ホレース・アンダーウッド祖父王ソウルにあるアンダーウッドの妻の墓、ホレース・グラント・アンダーウッドは近代朝鮮で活動したプロテスタントの宣教師、言語学者、教育者、元森優の朝鮮名を名乗った。1859年、父ジョン、母、エリザベスの4、男として、ロンドンに生まれる。5歳で母と死別。10歳の時に、 フランスのカトリック系寄宿学校に入学した。授業に失敗して再起を図る父と共に13歳でアメリカ合衆国に移住。1877年にニューヨーク大学に入学、1881年卒業。ついでニュージャージー州のニューブラウンズウィック神学校に学んで牧師となり、1884年同人学校を卒業。 さらに一年間、海外選挙のため医学を治める。朝鮮での選挙を志願し、1884年7月に北朝老協会海外選挙士に任命され、朝鮮への派遣が決定される。1884年12月16日、サンフランシスコを出港。日本の横浜に到着するが、 更新政変に伴う朝鮮の政情不安や旅費の問題からそのまま横浜に滞在することとなり、当時日本で聖書の翻訳活動などを行っていた朝鮮人キリスト教徒、理事邸から朝鮮語を学んだ。1885年4月5日、メソジスト教会の HG アペンゼラー夫妻と共に朝鮮、新川に上陸する。4月7日、 ハンスンに入ったアンダーウッドは、H.N. アレンが開いていたヒロエインで物理と科学を教えた。また、1886年には、朝鮮初の近代的孤児院を設立。この孤児院はやがて学校となり、キリスト教学堂、旧制学堂などと称され、1905年に、新学校に発展した。1915年には、朝鮮キリスト教大学を設立し、 同校は1917年に、延べき専門学校となる。1887年には、朝鮮人神徒と帝道教会を設立。また、布教のために朝鮮語の研究にも力を注ぎ、1890年には、繁栄辞典、繁栄文法を発行した。1894年には賛美歌を翻訳したほか、アッペンゼラーラと聖書の朝鮮語訳を進め、 1911年に完成させる上で貢献を果たした。この他、キリスト教新聞発行、YMCA 設立など、朝鮮における初期プロテスタント普及に足跡を残した。1916年に健康問題のため、アメリカに帰国。アトランタで没し遺体はソウルの外国人墓地に埋葬された。著書に、朝鮮の呼び声など。父ンは、 科学技術者であり、インクやタイプライターの製造工場を起こした。末兄のジョンティ・アンダーウッドは、優れた事業家であり、アンダーウッドタイプライター社を大きく成長させた。1889年には朝鮮で働いていたアメリカ人医師のリリアス・ホートンと結婚。このホレース・ホートン・アンダーウッドも、朝鮮で活動した。ありがとうございます。